実録15。今お見せしたのは氷山の一角に過ぎない。他にも三輪明宏さんですよね事件、竹林粉砕事件などがあるが、それはまた、あ、追って連絡。と言います、よろしくお願いします。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。名字は新松、ワン、ツー、スリー。名字は新松、ワン、ツー、ソー。シストファー、シストファー、シストファー。おーれーは、仕送りもらって豪遊、仕送りもらって豪遊。結果ちょっと上の生活。バイトなしき。カモン、カモン、もう3万、カモン、カモン、もう5万。一番嫌いなものは光熱費だけ、電話代だけ。And 母ちゃんにまた電話。あ、もしもし、お母さん、あの友達の結婚式があるんで、もうご祝儀積まなきゃないから、もう3万、いやもう4万だけちょっと積んでもらえないかな。大丈夫大丈夫、絶対売れるから、絶対売れるから。大丈夫、ありがとう、ありがとう。もうナスタッタポンテッタ、あ、ベランチョンチョンチョベランチョ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 、ベランチョンチョンチョベランチョ、ベランチョンチョンチョベランチョ、ベランチョンチョンチョベランチョンチョ、ベランチョンチョンチョ、ジョイナス。もらったお金で堀の内、もしくは南町。次は順五時点。順五、2014年 R1 グランプリ優勝への道。おー、どうもー、久しぶりです、よろしくお願いします。あのですね、まだこれ中盤です、まだまだ続きます。あの、先ほど言いましたように2014年、来年はね、やっぱり R1 優勝を狙っていきたいと思います。15、で、ちょっとね、15なりにいろいろ調べたんですよ、この過去の R1 をね。そしたら、なんですこれ、フィリップ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 、フリップ、フリップ、あ、押してる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 、あー、何が大丈夫、このフリップね、このフリップを使う、通称めくり芸人って言われてるんですけど、このめくり芸人が R1 の決勝に行く確率がすごく高いというね、情報を得たんです、調べによる、順号調べですけどね。逆に僕らみたいなファニーミュージック芸人は決勝に残らないというね、これまたそういう統計が出たので、でしたら、じゃったらば俺がもうこのめくってやろうかなと思って、今日ね、せっかくこの初っ端初単独ライブなんで、めくりのネタをちょっと初めて作ってみたのでね、そちらの方を、まあ、デジャブかもしれないですけど、何を言うか、こちら、順五辞典ってね、順五辞典、つけろ、順五辞典っていうんですね。これどういうことかと言いますと、あの皆さんがもう世の中にもうすでにある言葉、皆さんがもう耳にしている言葉、意味も知っている言葉を、
僕なりに解釈して活用していくっていう、そういうのをちなみに順語って言います。じゃちょっと紹介していきましょうね。例えばこちら、バリアフリー。バリアフリー分かりますよね。おじいちゃんおばあちゃんたちが例えばリフォームしようかって言った時に、そのお風呂の段差とかをちょっとこのうんとこううんとこうするこれバリアフリー。これ順語でやるとどうやるか、ちょっと例文でやってみたいと思います。いきますよ。全然良かったよ、お前の彼女可愛かったよ。いやお似合いだったって。いやめっちゃお似合いだよ。悪いところない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 、全然ない、頑張れ、ないないない。しつけしつけよ、分かったよ。分かった。じゃあ強いて言うならだよ、強いて言うならだからね、強いて言うならもうここがちょっと若干のここがバリアフリーだったな若干だけどねみたいな順語順語としてお恥ずかしいだろ続いてもナースコールね、ナースコール知ってますよね、これね、これけどこれをじゃあ順語でやると、例文やります。あのさ、さっき先生にさ、職員室でナースコールされたんだけどさ、なんかした？何もしてないの、記憶ないんだよね。まあ、強いて言うならあれかな、この間ノーパンでさ、俺、はい、呼び出しノーパンのは気になっちゃいましたじゃあもう一個だけやりましょうかね。はい、蝶つがい、蝶つがいね。これを順語でやるとどうなるか、例文。お母さん、紹介するあの蝶つがいの広瀬たけし。たけしの方は母子か二僕の二大ブランド掲げてるから、俺と一緒な感じで、そうそうそう、同じ穴の虫のやつ、そう、友達わかりますよね、わかりましたよね。まあ今からくーで、あ、そうだそうだ、何かのために俺言われた、指サック使えっつって、これそんなめくりが得意なね、宿始めってやつがいるんですけど、そいつがね、なんか困ったらエロス抜けて指サック使えっつってそうだ、あったあった、これ使えば多分全然もうノー問題。じゃあ今からね、この例文を交えてちょっと順語をね、その意味だけこうどん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 めくって、でエピソードトークを交えてちょっと順語を紹介していきたいと思います。いきますよ。この間ですね、蝶つがいいきなりナースコールされて、で駅前の茶畑行ったんですよ、ね、したらなんかね、そいつがなんか俺に文句があるらしいんですけど、ネチ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 なんか言ってんすよ、ぐち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 ね。で、そいつの顔パッて見たら思いっきり顔面に破水しててで、なんかそいつのね、コットン見たらコットンも脇破水してるのでもネチ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 言ってっから、もっとね、そんなこと言わないで、もっと直射日光に言ってこいって言ったの直射日光に言ってこいって言ったの。したらその蝶つがいはなんかいきなりバーンって立ち上がって、もう多分ね、十月十日だったんだろうねいきなり俺に炎天下出ろよって言ってきたので、ちなみにですけど、俺とそいつの関係は俺の方が若干ロフトね、若干ロフトなの。でもまあその辺は、まあ、バリアフリーに行こうよだけどそんなこと言われたらね、さすがのムツゴロウ王国の僕ももうこれはダメだと思ってね、トツキとか迎えちゃって分かった、炎天下出てやるよで、土砂降りの炎天下出たで、炎天下出て、でその茶畑のちょっと先行ったところの何、大半母子大半母子を右行ったところにちっちゃいジャイアンリサイタルなんだけどそこでもう二人ともね、クンズほぐれずの股ずれだよ、ほんともうオロナインなしきの股ずれ、もう思い出してムカついた。まず俺がいきなりそいつに向かってパンナコッタしたのそしたらいきなり向こうが水増し請求してきてドッペルゲンガーのパンパンってみたらピンクサーモンになってるのそしたら俺も生き物係の頃の血が騒いちゃってキャッチャーのリリースの連続キャッチャーのリリースこんななってる。でそいつパッて見たら思いっきり細木和子状態ですこれも完全にワンコインだなと思ってた。したらいきなり俺の観音開きのところ後ろからバンドオブチキンってやってきたこれはミシェルガイルバンド化しましたってうわーと思ってパッて俺の当店ポールを見たら、普段はテトラポットだけどランドマークターンになってんのよ叫んじゃねえよと思って、完全価格破壊されてんじゃんと思ってこれじゃもう頭金払いませんよっつって言ってノーマネーでフィニッシュ、結果論で吉田栄作っつって